ようございます。現在6時40分、今日もいい天気です。朝は涼しい。ただいまの気温を見てみたいと思います。ただいまの気温28度、水温 29.3 度、みんな朝ごはんを待ってます。こちらもこちらもみんな私の方に隅に寄ってきてます。こちらの白い子も寄ってきてます。カエルがいます。そこにパセリの下にいます。超でかい。ちょっと難しいな、あれを捕まえるのは。でもいることは確認しました。これ以上近づくと絶対に逃げられるだろうな。弾も持ってないし。すんなり逃げられた。近くまで行ったらこの下に入ってったのかな。この裏かな、それともこの辺にいるのかな。まあ隠れるとこいっぱいあるからね、うちは。でも3日ぶりに大きなカエルの姿を見つけました。ないね。下に入ってったんかな。ここからこっちへ行ったから、この辺なんかいるような気がする。音がした。やっぱりいたんだ。え、でもどこ行った。え、裏に入ってったかな。入ってったよね。はい、タイヤの後ろに入ってったかな。あ、逆に私の方に向かって来られると私が逃げちゃうんだけど、やっぱこの辺にいたんだね。今玉をちょっとつついてみたら動きがあったので、ここはやっぱりカエルの住処ですね。いないし、
覗いてもいないから、多分奥の方に逃げていったと思います。はあ、見ただけで疲れたということです。捕まえれませんでした。ただいま7時40分徐々に暑くなってきました。今日もいい天気になると思います。現在の1時間ぐらい前とどのぐらい温度が変わったか見てみます。ただいまの気温は33度、水温は 29.6 度、現在はまだそんなに差がないですね。昼間は20度ぐらいの差になっちゃうから大変だね、暑くて。ただいま9時40分、ちょっと遅くなっちゃったんだけど、これから朝のご飯をあげたいと思います。もう日が照ってきて向こうの方が暑そうなので、早くすだれもしてあげたいので頑張ります。まずはこの時間の気温を見たいと思います。40度、水温は 31.9、 10度も差ないですね。だん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 暖かくなってくるんだね、お水も。順番にこれからご飯をあげたいと思います。こちらの子もご飯を待ってたみたいです。みんなこっちに寄ってきてます。お待たせ。いっぱい食べてね。次は隣、こちらもみんな寄ってきてます。ご飯だご飯だって、はい、あげます。あっという間になくなってくね。隣のところなんてもうありません。はい、もうないです。 1,2 分で食べきっちゃったらおかわりですね。はい、よいしょよいしょよいしょ。はい、みんな待ってるから次のところに行きます。もうみんなお腹すかして待ってます。はい、いっぱいあげたけどどのぐらいでなくなるかな。次、いつもの白いとこです。あれ、またまたいませんね。早く来ないとご飯あげないよ。早く早くって、ご飯こっちだよって、ちょっとだけご飯に気がつくかな。全然来ません。すっごい警戒してる子がいるんだね。その子に従ってるのかな。早くしないと通過しちゃうよって、こっちだよって。こっちだよ、ほら、こっち。誰か
気がつけば、一人気がつけば分かるんだけどな。気がつかない、ただ警戒してるだけ。これってカエルの影響なのかな。冷た。電気がつきません。3分以上経ってるんだけどな。戻ってっちゃう。あ、ピギー気がつきました。3匹4匹と寄ってきました。ほらほらほら、みんなさっさっさっ、こりゃいいのに。本当にもう素直じゃないんだから。一斉に来ました。いつも警戒するね。僕の方にも警戒して来ない子いるけど、はい、次の白い子のとこに行きます。誰が最初に気がつくかなって感じ。いっぱいあるのにな、気がついてって。マリはまだ食べてるね。その隣は気がつきません。こちらの白い子も、よいしょ、気がつきません。いっぱい寄ってくるんだけどな。おかわりおかわりって言ってるんだけどな。決めた。来た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 。素直に最初から食べに来ればいいのに。また逃げてっちゃった。次に行きます。私がいじめてるみたいだね、いつも。なんかみんな逃げてっちゃう。この白い子と、この白い子はこの近くに来ませんけど、こちらの赤いとこはみんな寄ってきます。はい、寄ってくると可愛いんだけどね。こっちもご飯だ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 ってわーわー言ってる感じ。はい、もう3回ぐらいおかわりやってるんだけど、あ、危ない、私は転んじゃう。ここもご飯だご飯だご飯だって言ってる。
次のところに行きたいと思います。まだ開けてないとこいっぱいあるので、開けてなさい。こっち、こちらの容器、もう行き止まりのところで我先に行って行ってる。そこは違います、こっちです。後で来るからね。はい、ここ多色、赤いのも白いのもいっぱいいるけど、これから水を取る船を買ってきたので、つなげていきたいと思います。多分そうできるかなって感じです。みんな食べちゃった。はい、おかわり。こちらの子にもおかわり。みんなに2回目おかわりです。3回目、まず全部まだやってないので全部やってすだれをしたいと思います。トンボがビュン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 飛んでる。いっぱいあげたのですだれをしたいと思います。ちょっともしかして上げすぎたかもっていう感じ。逆に水が腐っちゃうかも。すだれします。ただいま10時半、すべてにすだれをかけました。すごく暑いので多分気温も上がってると思います。見てみます。気温42度、水温は32度、10度の差です。暑いね。おすだれしてあるので、あれというか、ヨシズかな。今日も一日暑いけど、私も頑張ろうっと。午前11時半ごろ。とても暑いので、ちょっと気温を見てみたいと思います。なんと52度です。52度、すごい暑い。水温は 32.5 度、20度近くも違います。暑いね、暑いねって言っても涼しくならないけど、頑張ってね。ただいま午後1時です。とっても暑いです。気温を測ってみたいと思います。気温は46度。水温は
33.6度。昨日よりは 2,3 度涼しいのかな。今日はどうかな。ただいま1時半、午後1時半、この炎天下の中のすだれの下のメダカの水温は 32.9 度。カリコは一生懸命泳いでます。ここは8月9日の赤と白のところから卵トリーナーで採取した赤なのかな、白なのかな、紅白なのかな、2色なのかな、ハリコたちです。だいぶ影になってきました。ただいまの気温は37度、水温は34度。これからすだれをしまいながら午後のご飯をあげたいと思います。ご飯、午後っていうか夕方になっちゃうかな。すだれを片付けながらご飯をあげたいと思います。